2024年3月26日火曜日、不思議レモンネットラジオ、今宵不思議なラジオでということで、今宵も不思議の扉へようこそ、不思議レモンです。さあ、今日は火曜日8時お送りしていきたいと思います。この後は不思議レモンの最新情報、不思議レモン何した、そして今日もフリートーク、不思議レモンということで、ついに晴れ時々殺人を全部見終わったということで、まあ最後の、ね、ネタバレはこれから見る方もいらっしゃるかもしれませんので、しないようにこう総括を今日は話したいと思います。お次はレモンニュース&エンタメチェックのコーナー。大谷翔平選手がついに会見ということで、まあいろいろご意見があるような会見となったのではないでしょうか。そして松本人志さんも、裁判開始前に心境を書面で発表ということなんですけどね、このようなニュースを今日はお送りしたいと思います。そして、トレンドレモンですけども、去年に引き続きお花見ランキングということで、全国のみんなが行ってみたい桜名所お花見2024ランキングということでご紹介したいと思います。今日も8時から30分間どうぞよろしく。この番組は新音楽レーベルの提供でお送りいたします。シゲレモン何した。このコーナー、最新のシゲレモンニュースを自分自身で言っちゃうというコーナーでございます。ネットの配信予定行ってみたいと思います。火曜日正午はシネコニャンザワーということで、今日はシネコニャンザのつぶやき、あざとくぼーっとするヤング福男ということなんですけどもね、もう本当にまだまだね、こう春という感じはしないんですけども、すっかり皆さんもうおこたつはもういいみたいな感じで、よくお外にね、出始めてる時期なんですけども、今日も突っ立ってますけどね、福岡くんね。正午シネクニャンデジタルハウスにて配信しております。6時半シゲモンニュース沢田研二 YouTube チャンネル配信ということで、今日はレモンジュリーニュース1830の予定となっております。レモンジュリーステーションと連動して配信予定となっております。8時このラジオ、現在シゲレモン公式 YouTube でプレミア公開中。プレミア公開終了後は不思議テレビジョンにて配信。シゲレモン公式では概要も同時に配信しております。火曜日9時は火曜な21時沢田研二ということで、月末企画でございます。月刊沢田研二火曜ニュースアワーということで、1ヶ月の沢田研二さんのニュースをおまとめということでお送りしたいと思います。チャンネルはこのままこの後9時配信予定となっております。10時から1年前のシゲレモンコンテンツを再配信、プレイバックシゲレモン。1年前のシゲレモンニュースはファンサイト演奏室、1年前の今宵不思議なラジオでのプレイバックはシギテレビジョンにてこの後10時プレイバック配信いたします。ぜひチェックしてください。今日のネット配信予定でございました。今日のシゲレモンシジュールということで、今日は昼からこのラジオ収録、そして、ジュリー音声収録の後は火曜の21時の収録ということで、昨日ちょっと、撮ってしまっているんですけどね、続きで今日は終えるという感じの一日でございます。今夜のヒットチャート夢だ、そうぐるぐる君のボーイフレンド。
売れるメロディー切り込むヒットチャートレディオ。お送りしたのはシレモンで恋の一チャット68ライブイン大阪でした。フリートークシレモンということで、ついに昨日晴れ時々殺人をですね見終わりましたけども、いや本当に面白かったですね。結構、謎解きとかそういう面に関しましてはあれですけど、まあ本当にすごくこうよくできた感じの映画で、なんかその、渡辺典子さんのそのアイドル的な人気のなんか、その力だけじゃなくて全体的にストーリーもよくできた感じで面白い。ただすごい女性の裸がむちゃ出てくるんですよ無駄に。やっぱり今じゃまずそんなね映像出せませんから、無駄に女性の裸がいっぱい出てくるんで、あれは何なんだすごいなという感じはいたしましたけどね。でも本当に俳優の方イブ・マサトさんね、もう本当にいい味出してるというか、で出ている俳優さん、ユーミンの、旦那さんの正隆さんも皆さんいい演技されてらっしゃってですね、本当に、とにかく渡辺典子さん可愛くてですね、歌もいいんですよ。晴れ時々殺人の、テーマ曲は晴れ時々殺人って書いてカッコキルミーって言うんですよ。晴れ時々キルミーっていう、すごいですね。殺人をキルミーっていう秋陽子さんで、作曲が宇崎竜童さんというゴールデンコンビなんですけども、すごいですね。晴れ時々キルミーのタイトルに笑っちゃいましたけども、でもすごく本当にアイドル歌謡という感じで、やっぱアイドル歌謡はいいですよね。で渡辺典子さんの声もすごく良くて、やっぱり僕が普段から言っているように、そのボーカルはそのボイストレーニング必要ないっていう 論理なんですけども、まさしくあれをボイストレーニングでやっちゃうとつまんない、結局そんな感じになっちゃうんですけど、もうそのまんま歌ってるからいいんですよ、味があって。結構渡辺典子さん他の曲も聴いてみたんですけど、いい曲が多くて、結構秋陽子さんと、宇崎竜童さんコンビ、この角川映画は3作ぐらいあるんですかね。次もなんかね、全体的に薬師丸さんとか原田智也さんと違って全部サスペンスとなんか殺人事件に巻き込まれるというなんか役ばっかりで、3作とも、まあちょっとクールビューティーな雰囲気がするので、そういう感じの映画が多いのかなという感じもいたしますけども、またその、でもね、パッと見たらやっぱりね、この晴れ時々キルミ殺人の、渡辺典子さんがいいのかなと、初々しくて、他の2作はちょっともうちょっと大人っぽくなってしまっている部分もあってですね、変にこうあるじゃないですか、こう初々しさがなくなっていくというか、変にこうプロっぽくなっていくような感じもあってですね、このやっぱり1作目可愛いなと思って見ておりましたけどね。そんな感じでございます。Go, go, go.
追いかけあっても素敵な未来は来ないかと青く新しい部品を持っても生かさせこのポンコツじゃったら動けなくなるって広い広いこの世の中ではあなたがリズムであっても Good スピード強のあの子にとっても魅力的な愛されあることからうなずいてこの長い道を越えこの行き先に太陽の明日の目が咲いているっていうのかそうだもうそうだ泣きながら踏みつぶされるこの道がどう思う時間はまだ終わらないお送りしたのはシゲレモンでスローダウンスタジオライブでした。 CM の後はレモンニュース&エンタメチェックです。シゲレモンファンクラブ演奏のお知らせです。シゲレモンの楽曲、ネットライブ、テレビ、ラジオ、すべての観覧、そしてフシギレモンデジタル写真集の観覧、リアルライブ、フシレモンリリース楽曲、グッズの先行予約など盛りだくさんの内容となっております。ファンクラブ入会費用は月額3300円です。詳しくは不思議音楽レーベルの演奏詳細の欄をご覧ください。不思議レモンのデジタル写真集、屋根裏の果汁物、ポスター写真にプライベート写真配信中。月額1100円月額1100円。不思議音楽レーベルの音楽配信サブスクリプションサービス TrueFine、月額1100円で不思議音楽レーベル全アーティストのシングル・アルバムがフル視聴できるサービスです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。不思議レモンライブスペース電脳不思議レモショー、月額1100円で不思議レモンの新旧ライブ音源動画がご覧になれるサイトです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。不思議テレビじゃん、不思議音楽レーベルのネットテレビ、ネットラジオが聞き放題、月額1100円。不思議テレビじゃん、テレビ、不思議テレビじゃん。シネコニャンズデジタルハウスへようこそ。不思議レモンの可愛い愛猫たちの写真動画が月額1100円で見放題。不思議ネコニャンズデジタルハウスへどうぞ。レモンニュース&エンタメチェックのコーナーでございます。このコーナーは最新のニュース&エンタメを独自の線であやふや言うコーナーでございます。まずはこちらのニュースから。こちら3月26日デイリースポーツより、大谷翔平が11分の声明を発表、悲しくショック。水原一平元通訳の違法賭博問題全ての関与を否定、彼は嘘をついていた、送金を依頼したこともないということなんですけども、大谷選手が会見ということで、まあ、全否定という形になったと思うんですけども、そもそも、水原通訳はですね、まあ、その多額の借金を作って、まあ、言ったらその当初は、大谷さんにですね肩代わりをしてもらったというふうに説明したんですけど、次の日に一転撤回したという、ことで、で問題はその大谷さんが違法賭博というものを知ってですね、水原さんにお金を渡したのか、そういうことがまあ結構問題になっているそうなんですけども、まあその大谷さんって優しい方だと思いますから、もう何の言ったら僕は罪もないとは思っているんですけども、ただその優しさの裏返しってあるじゃないですか。もう頼む、何とか助けてくれって言われて、まあ助けた、もしくは、違法のやつにちょっと手出してしまったから何とかしてくれって言って助けた、この会見の通り全く知らなかった、水原さんが勝手にやった、まあ、その3パターンだと思うんですよね、どれがだと思うんですけども、で大谷さんは、会見でいや自分は全く知らなかったと、おっしゃったということなんですけども、まあ、それについて、まあ、その日本のメディアというか、まあ、アメリカのメディアが結構いや本当に知らなかったのかと、6億8000万円の大金を言ったら
他人の水原さんが大谷翔平選手のその銀行バンクからどうやって送金したんだということだと、その辺が疑惑としてどうしても残ってしまうという、まあ、ことなんですけども、まあ、ご本人が違うと言ってるんだから大谷さん自身が、まあ、そうだと思うんですけども、法律も入ってきますし、ただやっぱり優しい方だけに、まあ、ひょっとして大谷さん、そもそも水原さんは肩代わりしてもらったと言って次の日にひっくり返したわけじゃないですか。だから、まあ、その、まあ、疑惑を向けられるというのも分からなくはないかなと思ってしまうんですよね。ただ、じゃあ肩代わりしてなんか大谷さん罪になるのと思うんですけども、もちろんその違法な、まあ、賭博をしていたと分かって、まあ、言ったら、なんていうのかな、肩代わりしたらそれは問題ですけど、そう、それはないんじゃないかな。絶対それはない可能性が一番低いというか、さすがの大谷さんも、だってメジャーリーガーで、まあ言ったら、ね、もしそれ加担してしまったら、もう、ここでは厳しいですからね、メジャーリーグってめちゃくちゃ。日本の野球より厳しいですから。だから、アメリカのメジャーで言ったら DV とか、その疑惑とかいろいろ向けられて、泣く泣く日本でプレーしてる選手って何人もいますから、めちゃめちゃ厳しいんですよ、メジャーリーグって。だからそれはないと思うんですよ。ただ、その違法賭博と知らないで、まあ言ったら単に肩代わりした可能性っていうのは、まあその疑惑を向けられる可能性っていうのは、まあそれは分からんではないかなと僕も思ってしまうんですよね。ただ推量推定の世界になりますから、本人がそうだと言ってる、そして、まあね、まあ推定無罪、まあ大谷さんが有罪になることはないと思うんですけども、の法則からすると本人がそうだって言ってるわけですから、そこは信じないとダメなわけなんですけども、果たしてその言ったら違法賭博じゃないのに肩代わりしたら何かその罪になるんですかという、ことなんですよね。だから、まあそのいろいろなメディアが、そのアメリカのメディアが特にね、追及してるのはそうなんだけど、それはなんか問題あんのかなっていう。だってちょっと金貸してくれ、ちょっとあの吸っちゃってねって言って、賭博っていうか、そのまあ言ったらギャンブル吸っちゃって、ちょっと本当にちょっと何もかあのすぐ何とかするからって言ってポーンと大谷さん渡しそうじゃないですか、雰囲気的にね、優しい方だから。だからそういうことをやった可能性というのは、まあ、あんのかないのか、まあ、分かりませんけども、まあその、まあ、さっき言ったみたいに疑惑を向けられるのは仕方ないのかなと思ってしまうんですけどね。大谷さんが被害者であることはもう間違いないとは思うんですけども、やっぱりどうしてもその銀行の、送金って、まあ、パスワードもありますし、二段階認証も必要ですし、まあ、それをこうなんかこう買いくぐってその水原さんが送金するっていうのはかなりリスクが高いというか、それをわざわざするよりもやっぱりその大谷さんに、まあ、頼み込んで、優しい大谷さんに助けてくれって言って貸してもらって送金する方が、まあ、楽っちゃ楽なわけなんですけどね。だからさっき言ったみたいに、それってなんか罪になるのかなという、大谷さん何の罪にもならないような感じがするんだけどね。でもやっぱりアメリカではそのように疑惑を向けられるとプレーがやっぱりかなり厳しくなってしまうという背景があって、まあその後日に覆したという可能性も、まあ多分アメリカのメディアはそこをついてくるだと思うんですけども、いやまあそう、仮にそうだとしても、それってなんか大谷さん悪いなんかことしたんですかという、と思ってしまうんですけどね。だからやっぱりまあまあ難しいところでね。まあただやっぱり大谷さんがそのような形で自分は全く知らなかったとおっしゃってるんでしたら、まあ我々はまあそう信じるということの結論でいいとは思います。こちら3月25日デイリーより松本人志裁判開始前に心境書面で発表。世間に真実が伝わり一日も早くお笑いがしたいということなんですけども、まあ松本さんはまあ、書面でですね、人を笑わせることを志してきました、たくさんの人が自分のことで笑えなくなり、何一つ罪のない後輩たちが巻き込まれ、自分の主張はかき消され、受け入れられない不条理にただただ困惑し、悔しく悲しいです、世間に真実が伝わり一日も早くお笑いがしたいですというふうにね、書面を送ってらっしゃるんですけども、まあもう松本さんのことに関しましてはね、もう過去の、分析動画分析ね、私の見て聞いていただけたら、まあ、大体あの通りにはなっているかと別に自画自賛じゃないんですけども、まあまあ世の中そんなものということを、まあ僕は、
言ってるのだけであってですね、所詮もう 今では誰も話していない、今はもう水谷さんのことしか話していない世の中で、ただ、まあ、その分析の時にも言ったと思うんですけども、結局あのテレビに出てないと忘れられるということを僕は言ったと思うんです。だから、まあ、出続けた方がいいんじゃないかなというふうには言ってたと思うんですけど、さすがの松本さんもいなきゃいないで成り立ってしまうんですよね。ここがやっぱりまあ、怖い世界だなという、代わりっていうのはいくらでもいるというか、うん、だからそのすごく松本さんより面白い人っていうか、その、ね、能力ある人をっていうのはなかなかまあ少ないかもしれないんだけども、能力少なくてもまあ言ったら安全に、まあね、その騒ぎ立てずに、まあ言ったら、できる、お笑いの方っていうのはやっぱり5万といますから、テレビ局とすれば今やっぱり何かといろんな問題ですぐ炎上したりってなったらなかなか大変なので、まあ安全牌を使う方がまあ楽っちゃ楽ですからね。そう考えると、まあこのような形で引っ込んでしまったらもうそこで代わりが立てられてですね、そこでもう回っていってしまうという、うん、まあ感じになっちゃうわけなんですけども、ただまあさっきの大谷さんの件もそうなんですけども、やっぱり有名になるというのはまあはっきり言ってもうリスクしかないなと思ってしまうんですよね。難しいですよね、その有名になって潔白をし続ける難しさ。あんなに大谷さんのように完璧に、完璧なお方でも、まあ、このような形で疑惑の目を向けられてしまうという、で優しさがやっぱりちょっとあだになってしまうような、もちろんね、さっき言ったように知っててやったかどうかっていうのは、僕はまあね、本人がそうおっしゃってるんですから、まあ、違うとは思いますけども、やっぱりなんかその長所が短所になってしまうような部分がありますから、やっぱり目立っている有名になるというものっていうのはもうそれがもう何よりのすごく最大のリスクだったりするわけで、まあだからそこそこがいいよねとまあ思ったりしてしまいますけども、でこの裁判もですね、まあ分析の松本さんの時も言ったと思うんですけども、別にこれが白と黒をこう解明する裁判ではないですからね、まあ言ったら名誉毀損かどうかということでございますから、まあもう松本さんがこの、まあ言ったら黒になるということはもうないですからね、そもそもが。ですからもう時効も過ぎてますし、だからまあはっきり言ってこの裁判が終わる頃にはもう、あ、そうなのみたいな世間の関心もますます減ってると思いますし、まあだから一部で騒ぎ立てる。まあただ前も言ったと思いますけども、まあ YouTube 経由で、まあある程度戻られるんじゃないんですかね。なんか、やっぱり支持する方は絶対的に支持すると思いますし、まあその白黒は分かりませんけどね、一生分からないと思います、こういう問題に関しましてはね。だからどっちかにジャッジをするというのは、どうかなと思いますし、以上レモンニュースさんのエンタメチェックでした。トレンドレモン、新しいもの流行りもの好きの私しぎりもが最新のトレンドについてあやかゆるトレンドレモンのコーナーでございます。今日はウォーカープラスがお送りいたします。全国のみんなが行ってみたい桜名所お花見2024ランキングということでお送りしていきたいと思います。それではベスト10第10位、グランドプリンスホテル高輪の桜ということで、東京都港区でございますけども、表情豊かな都心の日本庭園の春を演出ということなんですけども、グランドプリンスホテル高輪の日本庭園ということで、約2万平方メートルの敷地では花木が、四季の移り変わりを表現ということなんですけどもね、すごいですね、リッチですよ、ね第9位、祇園白川の桜ということで、こちらは京都市東山区でございますけども、まあ本当にこの夜のライトアップの写真が出ておりますけども、本当に美しい感じがいたしますけども、祇園新橋は国の重要伝統的建造物群保存地区としての、指定を受けており、風情ある石畳に茶屋形式の町屋、朱色の、玉垣でいいんですかね、京都の町花街らしい、もう全然読めない趣のある景観が広がるということでね、いや本当にね、私の説明がね全てをぶち壊してる感じもいたしますけども、まあ本当にでもね、京都の桜はね美しいんですよね。祇園もう名前がいいですよね。京都ってこの五番の目を、しているこう、ね、まあ作りになっていますので、まあ覚えたら結構すぐ、こう場所とかいろいろね行けるという
ことらしいんですけどもね、本当に京都はもうおすすめの街でございます。8位、日中線しだれ桜並木ということで、福島県、北方市ということなんですけども、約1000本のしだれ桜と SL のコントラストが魅力ということなんですけども、 SL っていうのは機関車なんですかね、すごいですね。このコラボレーションという桜のトンネルは絶好の撮影スポットとなっております。7位は小野桜堤回廊の桜、兵庫県小野市ということなんですけどね、約4キロ続く圧巻の桜並木に桜トンネルや逆さ桜が幻想的。これは水辺に映った田んぼの水面に桜が映り込む逆さ桜という、それは本当の桜なんでしょうかまあ、ライトアップも、されているということで、いやすごいですね。4キロ650本の桜並木ということで、西日本最大となっております。6位、醍醐寺の桜ということで、京都市伏見区ということで、世界遺産で秀吉が愛した花の醍醐で多彩な桜を堪能するとなっております。駅から徒歩10分と近い京都の桜名所100選スポット、ということで、すごいですね。こういうところがもうめちゃくちゃ綺麗ですよ。もう写真見るとやっぱ京都のこの風情というかね、桜が本当に合いますよね。5位、身延山久遠寺の桜、山梨県南駒郡。鎌倉時代に日蓮聖人によって開かれた日蓮宗の総本山ということで、こちらの、寺にはですね、樹齢400年と伝わる2本のしだれ桜は大きく垂れ下がる枝いっぱいに淡いピンクの花をつけるということなんですけどもね。第4位、長湯温泉しだれ桜の里の桜、大分県竹田市ということで、西日本一の規模を誇る八重紅しだれ桜300本ということで、美しいですね。このね、紅しだれ、八重紅しだれ桜というものらしいんですけどもね。第3位、サッテゴン原動桜堤の桜、埼玉県ということなんですけども、桜と菜の花が織りなすピンクと黄色のコントラストが見事ということで、これ本当すごく綺麗で、まあ、桜も、ね、もちろん綺麗なんですけど、黄色い菜の花畑が周りに広がっていて、そのコントラスト、これなかなかないですよね。ここはすごくいいスポットですよね。第2位、淀水路の桜、京都市伏見区ということで、地域住民に見守られ作られてきた桜の名所ということなんですけども、2002年に伊豆から取り寄せた2本の苗木を、植樹したのが最初で、今では淀の町に300本ということなんですけどね、これ勝手に増えたっていうことじゃなくて増やしていったというそんなあれ勝手に増えていくみたいな、こう、植物ってそんな感じはないですよね。ということで本当にね、綺麗でちょっとこう下町的な感じもしてですね、非常に都市と町と桜が合わさったような、こうなんか水路が非常にいい感じでね、その両脇に桜が、立っているというようなね感じでございます。1位でございます。1位、七谷川やわらぎの道の桜、京都府亀岡市ということで、丹波地方随一の桜の名所ということなんですけども、この七谷川周辺は約1キロにわたって約1500本の桜が咲き乱れる桜並木が続くということで、まあ、かなりの美しさを誇るこの、まあ、桜のアーチの中でこう、ね、道がこう、ね、続いていってるという感じがいたしますけどね。もう京都はもう本当に、ね、桜の名所が豊富だなという感じがいたしますけども、ということで今日はウォーカープラスがお送りいたしました、全国のみんなが行ってみたい桜名所お花見2024ランキングをお送りしました。ということで、不思議レモンネタラジオ、こういう不思議なラジオで、明日は水曜日です。8時にお会いしましょう。不思議レモンでした。全ては優しい。